このクラスは TOEIC 演習 ICA です。コースの目的なんですけど、このクラス TOEIC コースなんで TOEIC のスコアを上げることが一番の大きな目的です。で、それを目指す過程で皆さんに身につけてもらいたい力がいくつかあるんですが、まずは英語力。英語力の中でも TOEIC はリスニングとリーディングの試験なんで、リスニング力、リーディング力をつけてください。特に力を入れてもらいたいのは語彙と文法です。 TOEIC のリーディングセクションで語彙問題、文法問題が出るっていうのもあるんですが、語彙力、文法力があると聞いて理解するリスニング力も上がるし、読んで理解するリーディング力も上がります。 TOEIC スコアを上げる鍵は語彙力、文法力って言っても過言ではありません。語彙力、文法力を上げるためには地味な努力をコツコツ続ける必要があります。なんでその過程を通して努力する力、地味な努力をコツコツ続けられる力も身につけてください。地味な努力をコツコツ続けられる人と続けられない人がいるんですが、続けられない人の場合よくあるのは、私どうせやってもダメだからっていうふうに考えてしまう自己肯定感が低い人です。そういう人は自己肯定感を上げて、私も頑張ってやればできるようになるんだっていうふうに自分に言い聞かせて自己肯定感を上げるようにしてください。それから自分をコントロールする力。自己肯定感上がって努力しようと思ってるんだけど、ついつい怠けてしまうっていうこともあると思います。そういう時はそういう自分の怠け心を律する力、自分をコントロールする力が必要になってきますんで、そういう力も身につけてください。あとは集中力。日々の学習、集中してやるとやったことがよく身につきます。あとは TOEIC 受ける際も集中して受けるっていうのが大事なポイントになりますんで、集中力を養うことも大切です。それから自重自効の力。自重自効っていうのは自分の手で調べて自分の頭で考えるっていうような意味です。 TOEIC の問題を解いていて、わからない問題、解けない問題あった時、自分で調べて自分で考える。あとは TOEIC の学習を進めていく上で、今の自分の状況を分析して、私こういうところが足りないからもっとこういう勉強をしなきゃいけないなというのを自分で考えて実行していくようにしてください。今言ったような努力する力、自己肯定感、自分をコントロールする力、集中力、自重自効の力っていうのは TOEIC 以外の学業だったり、または仕事だったりでも役に立ちますんで、この TOEIC コースをやる中でぜひそういう力も伸ばしていってもらえたらなと思っています。テキストなんですが、 ABSEED というアプリを使ってやります。このアプリの3ヶ月プランに3800円払って契約してもらいます。アプリの設定方法はもう1本別の動画を作りましたんで、そちらを見てください。で、アプリ3ヶ月3800円契約すると100冊以上の英語教材が使い放題になります。で、その100冊以上の英語教材の中から初めの6週間はこれらの本を使って基礎固めをします。次の7週間はこれらの本を使って模試を解く練習をします。で、そうすると13週終わって、最後の2週間はアプリのその3ヶ月の期間から外れてしまいますんで、クイスの6号館2階のアスクアカデミックサクセスセンターに行って公式問題集を借りて、紙のテキストを使って問題を解くっていうのをやってもらいます。あと単位なんですが、前期に行われる TOEIC で650点超えたら単位が出ます。 TOEIC 公開テストが4月、5月、6月、7月学内 IP テスト、これはオンラインで行いますが、5月末、6月末、8月の初め3回ありますんで、これらの TOEIC の中で650点超えたら単位が出ます。あと毎週の提出物なんですが、語彙チェックリスト、ボキャブラリーテスト、スタディーログ、あとは ABSEED のスクリーンショットの提出、これで出席をつけますんで、毎週必ず提出してください。語彙チェックリストはその週の範囲になっている単語、それぞれ前から知っていた、今週覚えた、まだ覚えられていないの3つで
チェックしてもらいます。あとボキャブラリーテストは4択の問題作ってあるんでやってください。スタディログなんですが、1週間の学習状況の報告をしてください。何をどのぐらいやったかで、出来はどうだったか、計画通りできたかできなかったか、自分の弱点が見えてきたかどうか、これから先どういうふうに学習を進めていきたいかっていうようなことを書いてください。あと、その下に任意の通信欄を設けてあります。まあこれ任意なんで書いても書かなくてもいいんですが、質問やコメントを書いてもらえたら動画でなるべく取り上げるようにします。でもし動画で取り上げられたくないコメントの場合は、コメントの最後に共有不可というふうに書いてください。今週の課題ですが、まずは5位はデル順で学ぶボキャブラリー990の1から80、それの単語を覚えてください。文法は初心者特急パート5のユニット1をやってください。リーディングは初心者特急パート7のユニット1からユニット3です。リスニングは初心者特急パート1、2のパート1の部分をやってください。で、それぞれのテキストやり方について別で動画を撮ってありますんで、その動画を見ながら学習進めてください。中でも一番大事なのは単語です。今週課題、単語、文法、読解、リスニングというふうに出しましたけど、もし全部やるのは無理っていう人は単語だけ力入れてやってください。 TOEIC のスコア、知ってる単語の数に比例して伸びていきます。なんで単語を覚える努力っていうのをこの15週間続けてもらいたいんですが、暗記の仕方に関して東大卒 YouTuber 星耳さんっていう方がすごくいい動画を上げていますんで、それご紹介します。暗記法、現役東大合格者がしていた効率が良い暗記の仕方という動画なんですが、それ下にリンク貼っときますんで、ぜひ見て、おいてください。という感じでこの15週間単語力を上げることにフォーカスして学習を進めていきましょう。